雑誌やネットの記事のせいですかね。普通は取材記事もすべてこちらにチェックを投げてもらえるんですけど、ネット記事やゴシップ雑誌はあることないこと無断で書きますから。このところ急に増えた感じですけど、人気が出たから仕方ないのかな。昔はやることなくてもレッスン場に集まってダラダラしてましたからね。あ、お客さんだ。どうも。そば屋じゃねえよ。ちょっといいか。すぐに済む。悪いな、連れ出して。こんないい男、他にいないだろう。あんたの親父のことで聞きたいことがあるんだ。俺の親父と知り合いみたいだった。知ってるかもしんねえけど、俺の両親離婚しててさ。おふくろはずっと言ってたんだ。親父は他に愛してる女がいる。浮気でもしてんだろうなって思ってたんだけど、今日あんたの親父と言い争って、その中で言ってたんだ。自分の方が結びを幸せにできた。結びってお前のおふくろさんか。そうか。額でいい。なんで？うん。この前ありがとな。俺たちの穴埋めてくれて。
あんたらが羨ましい。自由で楽しそうで。ああ、新曲も完璧に歌ってくれたんだってな。沖縄？沖縄であったのは俺たちの曲が出る前だ。その前からなんで知ってるんだ？天も妙なことを言ってた。本当に嬉しいのかって。言ってくれ。何かあったんじゃないのか。やめろよ。嫌がってるだろ。マネージャー大丈夫？八乙女学？邪魔するな。俺は彼女と話してたんだ。呼び捨て？マネージャー困ってるだろ。ならお前が答えろ、七瀬陸。どうしてあの曲を7人で完璧に歌えたんだ。お前が言わないなら彼女から聞く。こいつに邪魔されないとこ移動してもいいか。盗まれたんだ。何？あんたのところの音楽プロデューサーにあの曲のデモが盗まれたんだ。あの曲はもともと俺たちのデビュー曲だった。沖縄で PV まで撮影してたんだ。本当なのか？嘘ついたりしない。マネージャーの手を離せ。お前たちから盗んだ曲を俺たちは歌ってたのか。